愛妻家と言われる芸能人5選。皆さんこんにちは。最近離婚や浮気などが話題となりますが、愛妻家と言われる芸能人の方も多くいらっしゃいます。今回はそんな芸能人の方をまとめてみました。どうぞご覧ください。ネプチューン名倉さん、うつ病に寄り添った渡辺満里奈さんに感謝。お笑いトリオネプチューンの名倉潤さんも愛妻家としてたくさんのエピソードを持っています。名倉さんは昨年の8月にうつ病を公表し、妻でタレントの渡辺満里奈さんが献身的に名倉さんに寄り添う姿は印象的でした。名倉さんといえばテレビの収録後に寄り道をすることなく誰よりも早く家に帰ることを芸人仲間からネタにされていました。名倉さんは子供が起きているうちに帰りたいと、とても家庭を大切にされています。名倉さんは SNS に家族写真をたびたび上げていて、渡辺満里奈さんの誕生日にはいつもありがとう、ママがいつも笑顔でいてくれてるからうちの家族は明るく幸せですというメッセージを添えています。本当に素敵なご家庭ですよね。木梨憲武さん、木梨憲武さんも愛妻家で有名な芸能人です。女優の安田成美さんを妻に、芸能界の理想の夫婦ランキングでは毎年名前が挙げられています。これまで夫婦喧嘩をしたことがないという木梨夫妻、夫婦水入らずでディナーに行ったり仲良く外出する様子をたびたび週刊誌にも撮られています。昨年10月には EP 木梨ファンクノリノリノーリをリリース。その中に妻に捧げた楽曲として I Love You だもんでを収録しています。同じ墓に入るの嫌だってもう言わないでなど、笑いに包まれた温かい妻への気持ちをなるみさんと呼びかけながら歌っています。妻に捧げる歌だなんて本当に素敵ですよね。佐藤二朗さん、個性派俳優の佐藤二朗さん。そんな佐藤二朗さんが妻への愛をツイッターでつぶやいたことで話題になりました。酔っていると言いながらも、君にできることはたくさん愛するだけだ、君は僕のすべてですとストレートな言葉で愛情を表現して、フォロワーからも奥様が羨ましい、一度でいいからこんなこと言われてみたいと、とても大きな反響がありました。鶴野たけしさん、5児の父親として子育てに奮闘している鶴野たけしさんも愛妻家の一人です。タレントとして多忙を極める一方で、家庭こそ人生の基盤、そこがうまくいかないと人生はうまくいかないと思い、男性タレントでは珍しい育児休暇を取得。この決断にはこのまま仕事ばかりだと奥さんに振られるという焦りもあったと語っていました。そして結婚記念日には毎年夫婦で靴を交換、2足揃ってないと歩けない靴と自分たちをなぞらえて奥様への熱い思いをブログに綴っています。所ジョージさん、妻の言うことは全て聞く、妻が大好きと愛妻家であることを自他共に認めている所ジョージさん。妻の手料理が大好きで、仕事や付き合いで多忙な中でも365日中の360日は自宅で夕食をとっていることをインタビューで明かしています。また出演したほんまでっか TV フジテレビ系では、意見が異なっていても妻の言うことは全て聞くと発言。同じ価値観だったら俺じゃん、俺は俺と結婚してるわけじゃないもんと話し、妻の考えを尊重している姿勢を見せました。これにはマツコデラックスさんをはじめとする共演者からも驚きの声が漏れました。最近では孫をベタ可愛がりして良きおじいちゃんぶりを発揮しているそうですよ。妻への熱い思いはインタビューや出演番組でも常にストレートに語られていて、まさに奥様にぞっこんなようです。関根勤さん、永遠に妻に片思い中。
関根勤さんの愛妻家として有名なタレントの一人で、アメトーク、テレビ朝日系の夢を大事にしてる芸人にも出演しています。永遠に妻に片思い中とのことで、朝起きるとおはようと言いながら妻を抱擁するのが日課になっているとか、他にも神たいぐらい妻が好き、妻と出かけるときははしゃいじゃうなど、可愛らしいエピソードをたくさん披露しています。愛妻家としても、娘関根麻里さんとの仲良しパパとしても有名な関根さんですが、家では奥さんにありがとうという言葉を欠かさずに言うようにしているそうです。その理由について、妻が夫にイライラしてしまうと、そのイライラは子供に行ってしまうので、そこをゼロにしたかったと語っています。理想の夫は理想の父親でもあるようですね。愛妻家と一言で言っても形は様々です。とはいえ、皆さん奥様だけではなくて、ご家族にも深い愛情を注いでいる様子が伝わってきましたね。いかがでしたでしょうか。ニュースでは離婚や浮気のニュースばかりですが、こうやって愛妻家のご家庭もあります。芸能界も人それぞれですね。ご感想をお待ちしております。グッドボタンを押していただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございます。